はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブはライブ、今回は SF 編やっていきたいと思います。地球に向け帰還中の貨物輸送船ゴキとエルゴスム超読みずれ。その船内で今新たな生命が生まれつつあった。次々と起こるアクシデント、メカニックのカトゥーの手によって作られたばかりのロボットも人間たちと共に巻き込まれていくと。やっていきましょう。なんか野球ボール見てたなこいつ。スペースドック TSQ0O 出航記録、出航記録か。船名コギトエルゴスム、船首は小僧船、目的地地球、貨物一種、生命体、乗組員は5、乗客1、軍部の所属、貨物責任者。これが宇宙船か。詳細、搭載貨物一種生命体、特注大型四足歩行、特徴大型で四足歩行、能力は不明、生態系も不明。これは乗組員が寝ているのか。本生命体に関する本部からの対応、精密な調査の対象に値する。いかなる手段を用いても直ちに本部へ護送すべし。戦乱の船員は少なそうだよね。これしかいないから。まだみんな寝てる。俺だけ仕事の時間か。俺っていうか、なんかでも顔つきからして鬼神、なんか融合すんのかな。いや、そんなことなった。ただ似てるだけだった。よし、完成だ。あれ、おかしいな。変だな、これでいいはずなのに。あ、俺が動くのか。動いた動いた。いいぞいいぞ。僕の声がわかるかい。僕の名前はカトゥーだ。 K-A-T-O カトゥー。おはよう。あ、そうか、まだ名前がなかったね。そうだな、丸いからコロ。うん、いや犬じゃないしな。それじゃ丸いけど
いっそのこと逆にキューブ、いい名前が浮かばないな。ま、歩きながら考えるとするか。こいつの作られた目的は何だ。こっちにおいで。動ける、あ、動ける。カトゥーってそういう感じなんだ。加藤、この時代ではもうカトゥーって言うんだね。ブリキ製の年代もの。 3D ホログラムフォトフレーム。おもちゃの宇宙船を手に持つ男の子、笑顔の老夫婦が映っている。個人用コンピュータープロトタイプ03。形状記憶トレーニングベッド。寝ながら運動効果得られるベッドってすげえな。個人ファイル、ダイアリー。何月何日、プロトタイプ1完成。基本的構造テスト。結果はまずまず。プロトタイプ2号。移動のシステムが固まった。他おおむね成功。プロトタイプ03。地球からの情報通信で呼んだ最新の回路が欲しい。手持ちのパーツで頑張ります。ようやく03が完成。船内の見回りの後、全てをテストする。船長が覗きに来た。あと1週間で地球に着く。明日他の4人がスリープから目を覚ます。それまでに何とか動かしたい。あ、まだスリープで寝てんだ。システムキッチン。レベル2。よし、こっちにおいで。俺に意志みたいなのはどうなんだ？あるのか？船内結構広そうだ。これからお前をこの船の一員として登録するからね。でないと船内を自由に歩けないんだ。ここで登録か。さてと、あ、そうだ。加藤さん、おはようございます。ご用件どうぞ。おはよう。乗員の新規登録を頼むよ。かしこまりました。乗員登録、新規、種別、作業機械、ネーム、キューブ、結局キューブ。これで部屋に出入りできるようになった。自分の名前は忘れちゃダメだよ。個人の部屋はそれぞれセキュリティ管理を行っているんだけど、入るときはドアの前で名前の入力を求められるからね。部屋の出入りで困ったときはとりあえずドアの左パネルを調べてごらん。もう一度言おうか。いや大丈夫です、マスター。じゃあ次だ。今度は自分でついてくるんだ。このフロアのどこかに僕がいるから探してごらん。船内マップを見る。いや、広っ。で、目的地マップに表示されるでしょ。新設システムだから。上の方にいるのか。上へ行こう。じゃあちょっともう余計なところには行かない。どうだ、早かっただろう。さあここだ。これから僕の仲間たちを紹介するよ。このドアの向こうはコールドスリープルームといってね、長い宇宙の旅のためにここで冷凍睡眠に入るんだ。さて
お前に頼みがある。眠っているみんなを起こしてほしいんだ。頼むよ。いや頼むとか言われてもな。これさっきの部屋か。じゃあ、あ、そうだね。あれ？コールドスイープ、ネームタグ、予備ユニット、スイッチが点滅している。起きなさい。あれ、またあれか。え、まあ、いや、とりあえず起こしていこう。ヒューイットランブル、貨物管理、船長補佐。こいつは寝起きだな。レイチェル・クライン、通信技師。あら、何これ。カークウェルズ、航海士。任務完了。サンキュー。その調子だ。皆さん、おはようございます。やっと完成したのか。ええ。キューブ。私はレイチェルよ。よろしくね。ナイス to meet you。 俺はカークだ。あら、ヒュー言ったらまだ寝ぼけてるわ。それじゃ一つこいつに奴を起こしてもらおうか。叩き起こしていいんだな。起きろ。うん。カーク、そうやって人の枕元を蹴飛ばすのはやめろって前にも言っただろう。なんだ。よう、ヒューイ、ちゃんと起きてるか。そいつはカトゥーが作ってた例のロボットだよ。うん。はあ、ロボット。ああ、カトゥーがずっと作ってた。ついに完成したのかい。僕の名はヒューイだ。ダース五長、お目覚めはいかがです？五長ってそんなに階級高くなくない？コールドスリープから気分よく目覚めたなんて聞いたことがないがね。五長、カトゥーが作ってたロボットが完成したんです。名前は紹介などいい。だがそいつもこの船の中を勝手に歩き回るのか。せいぜい邪魔にならないようしつけてほしいものだな。ブリーフィングがあるんだろう。私は先に行くよ。さすが軍人、石頭ね。なに、気にすんな。で、船長はもう起きてんのか。多分一番左下が船長かな。じゃあ、そうだ、僕たちは目覚めるとまずリフレッシュルームでブリーフィングをやるんだ。お前もおいで。大丈夫、ダース五長だってそのうち分かってくれるよ。ほとんど人間扱いだな。君らしいよ、カトゥー。え、
そうですか？じゃあそのまま行きましょう。ん？なんか旗が2つ立ってんな。そしてどうやって行けばいいんだ。ちょっと待って、マップだいぶ遠ざかってね。今どこ、これ。リフレッシュルーム、コールドスリープルーム、上から通ってった方がいいか。逆へ来てしまった。いや、マジでわからんわ。自分が今どこにいるのかも。ちょっと印をつけてもらいたいな。で、こっち、今ってリフレッシュルームが左上にあるから、あ、ここにいるよっていうのは光ってるところか。じゃあ、こっち。何をするんだ、ここで。ん？ああ。これは本だよ。読んでみるかい？え、なんか長そう。とりあえず読もう。ただ。お、ありがとう。宇宙時代の夜明け。昔の人たちの話さ。僕は昔の冒険心に満ちた人々の話が好きでね。お前自身がチキン。臆病者だからな。そうなんだ。否定はしない。君はこの船で生まれたばかりなんだから、何にでも興味を示し学んだ方がいい。船のあちこちを調べてごらん。人から教わるのもいいけど、まずは自分でやってみることさ。ガトゥ、彼に何か特技はないのかい？彼になってんだ。まだこれと言ってないんですが、学習機能がありますから次第に覚えていきますよ。そうだな、まずコーヒーの入れ方でも教えてみましょう。え、どうやってコーヒー入れんの、この体で。さあ、こっちへ来てこいつを操作してごらん。まあ、マスターの言うことだ。従おう。コーヒーマシン使う。お、なんか出てきた。味見させてもらうよ。だってコーヒーマシンってボタン一つで出るんじゃないの？苦い。で、他は？勝手に動かしてるし。室内の温度は正常です。こいつは今俺がやり込んでるレトロゲームなんだ。今までの中で最も短時間で進んでいる。随分上達しましたね。当たり前さ。お前もプレイしてみるか？え、できんの？やってみよう。え、キャプテンスクエア。ゲームマシンする。なんか始まった。マーキュリー。え、ちょっと待って待って、普通戦闘やんけ。やめる。持っていないと次回は最初からやり直します。メモリーカードなんて持ってませんよ俺。キューブ。まあいいや、こいつだけぶっ倒すか。じゃあ、え、すげえいっぱい持ってる。んー、なんかこれやってもいい気がするけど、いないのか。
スーパーノヴァ。で、弱っ。地球ダメージ。いや、俺もかい。じゃあ離れよう。てかこいつ弱えな基本的に。てかもういいんだけど、やめよう。俺には向かない。ハハ下手くそだな。よし、俺がレクチャーしてやろう。闇雲に攻撃したってダメさ。敵の攻撃範囲をよく見てやってみな。いや、やらんよ。とってもうまいとか。いや、船長もしかして何かトラブルありか。蹴られた。私に近寄るな。何するんです。あいにく私は君たちと違ってロボットに関してはろくな目に遭ってないんでな。でもそれはこの子には関係のないことでしょう。あれ船長、遅くなってすまない。地球に送る急ぎの仕事があってね。みんなどうだ、調子は。特に異常ありません。うん。おや、そこにいるのは。はい、僕のロボットです。よろしくお願いします。おお、出来上がったのか。後で見せてもらうよ。では手短ですまないが以上だ。はいよ。いや、ブリーフィングはゲームやって終わりかよ。よかったと思ってるくせにまあな。みんなどこへ行くんだ。カトゥ、例のものを見せてあげるから。貨物ブロックへ来ないか。ベヒーモスですか。え、なんか不吉な単語だな。先にメインコンピューターをチェックしてきます。後で倉庫に行きますよ。お前もおいで。今回の僕らの仕事、この船の積み荷さ。エレベーターを使うといい。メインコンピューターはレベル3、倉庫はレベル1だ。自分で生かされるのか。五丁。しかとされた。まあそりゃそうだよな。じゃあまずレベル3に行きますか。メインコンピュータールーム、エレベーターを使って。あ、今ちょっと書いてあったな。一種生命体ベヒモスみたいな。ちょっとダメだロード画面が早くて。で、ここがエレベータールームね。で、何階行きますか。3階。電力とかどうやって作ってんの。まあ酸素もそうだけど、こいつはロボットだから酸素は必要ないと思うけどさ。で、今ここがエレベーターで、メインコンピュータールームってどうやって入んの。これ繋がってなくね。 A、 あ、そこか。下 A か。下で、この中か。だな。改めて紹介するよ。お前の仲間だ。
コンピューター系ってこと？また会いましたね、キム。管理する AI。10代目の AI なので、僕らはデシムと呼んでる。10代目イコールデシムっていうのがよくわかんない。彼はこの船全体を管理してる働き者なんだ。さて、モジュールの中は異常なしと。こっから倉庫か。次は倉庫に行くんだ。一緒に来るかい？はい。勝手に連れてってくれ。結構物々しい感じだな。いや、やべえだろこいつ。これが僕らが運んでいる荷物さ。綺麗だろう。え？どういう神経しとるんや。こうして見ているだけならね、綺麗なバラにはトゲがあるって言うけど、こいつはトゲじゃ済まない。2本の巨大な牙があるからね。ちょっとコックピットへ来てちょうだい。どうしたんだい？通信システムの調子が変なの。手伝ってくれない？はい、来いよ。見るのは構わんが、これは軍の管轄下にあることを忘れないでくれたまえ。すいません。そうだ、カトゥ、途中で倉庫前の床下を確認してくれないか？わかりました。そんなにお咎めはないね。お前もだ。勝手にそこら辺をいじり回すなよ。了解です、ご長殿。で、床下を見てくれないかって言ってたけど、どっちだ？先、こっちの方行けばいいのかな。ここエレベーターか。エアロック。まあ、とりあえずコックピット行くか、じゃあ。レベル3。あ、でもレベル3じゃん、コックピット。あ、違う違う、今倉庫にいるんだ。移動したから。で、レベル3に行って、あ、書いてあるじゃん。1。2。3回。で、そのまま上に行けば大丈夫でしょう。ああ、倉庫。どうすればいいんだ。なんかどっちへ行けばいいのかがわからんけど、メインである、ここ何室？あ、ここエレベーターで、こっちがコークピットか。みんな揃ってんじゃん。コアンテナの方は調べました？そっちは大丈夫。この通信システムは日本製の渡辺式ウェイブステーション。親アンテナとコアンテナは独立して稼働しているから心配ないわ。渡辺さんよく出てくるな。はっきりした原因はわからない。送信がうまくいかない。船長はなんて？詳しく調べてから対策を考えようって。勝手に調べていいのかな。え、どういうこと？わからん。ならよ、完璧にぶっ壊れるまで待つってのはどうだ？そんな。通信は一方通行じゃ意味がない。すでに地球と交信できなくなってるんだ。地球は
こちらの状況を把握しているんだろうか。え、でもさ、受信はできるんでしょ。で、送信が返ってこないってことはなんかおかしいって。周りくどいこと言ってんなよ。思ってんじゃない。外に出てアンテナを直接調べればいい。なに、俺が行ってちょいちょいっと直してやるさ。そんな簡単なもんなの。やむを得ないか、カトゥ。君も一緒にお願いできるかい。ええ、わかりました。それじゃあ、エアロックへ行って準備を手伝ってくる。終わったらコックピットに戻って君のサポートをするよ。俺はどうすればいい。一緒にエアロックへ行くか。なんかすげえ船内をめちゃくちゃ歩かされんなこれ。エアロックってどこだっけ。1階まで行かなきゃダメ。エレベーターで、1階まで行こう。今んとこなんか戦闘とか全く起きてないけど、まあそういうシナリオもあるでしょう。で、船長自体はどこにいるんだ。おお、どうしたどうした。 やめてください。そんなことしている場合じゃないでしょう。ふざけんなこの野郎。カーク、喧嘩はやめましょう。お前は引っ込んでろ。痛い。八つ当たりするのはよせよ。俺に指図するな。軽いジョークをいちいち真に受けやがって。忘れんなよ、レイチェルはお前に愛想を尽かしたんだってこと。うろちょろしてて外へ吸い出されないよう気をつけな。ご忠告どうも。大丈夫かい。宇宙服ってめちゃくちゃ重いみたいなんだよね。いってらっしゃい。閉じて。これなんか何もない状況だけど大丈夫。なんかロープとかないんだけど。どっか行ってしまった。酸素もどうやって作られてんだろう。さっきは変なとこを見られてしまったな。人間っておかしいだろ。私には理解できません。戻ります。そしてまた戻るのか。3回行って、なんかこれうろちょろして学習できるのとかあんのかな。それやるとなんかちょっとめっちゃ時間かかりそうだからな。まあひとまずは物語を進めていこう。コックピット、目標はこっちか。レイチェル、こっちは準備いいよ。わかったわ。
よし、アンテナに取り付いた。始めるぞ。いや、始めるぞってさ、何が原因だか分かってないんじゃないの？俺も座らせてくれ。OK。それじゃあ、まずカトゥー君がパスワードを入れて、メンテナンスモードに切り替えてちょうだい。わたなべ。あれ？カークさん？大丈夫？心配するな。え、何が？お、どうした？どうしたの？深く返事してよ。一体何があったの？大変だ。カークさんの生命維持装置がすぐ戻ります。医務室の準備だ。僕はエアロックへ行く。私が行くわ。エアロックは僕の持ち場だ。大丈夫、カークなら心配ないよ。彼はちょっとやそっとで。あなたに何がわかるの？私は行くわよ。ちょっと何やら不穏な感じがしましたけれども、時間がねいいとこなんで、なんかあんまりこう進んでる感というか、なんか物語を見てるだけなんで、まあいつ戦闘とかあんのかなよくわかんないですけど、まあ、とりあえず今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。